お時間となりました。これより、モノタイププラス2023最後のセッションを始めさせていただきます。えなお、このセッションは写真撮影は禁止とさせていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。このセッションは、三井物産株式会社古川智明様、株式会社サムライクリエイティブディレクター佐藤柏様、 そして、モノタイプ株式会社、小林明の3名によります、企業事例から学ぶブランドづくりです。まずは、古川さん、そして佐藤さんのプロフィールをご紹介させていただきます。三井物産株式会社理事、広報部長でいらっしゃいます、古川智明さんは、1991年の入社で、インターネット事業会社の立ち上げなどを経て、2007年、 株式会社スウィングの代表取締役社長など複数の関係会社の経営者として事業経営に携わられてきました。フランスとベトナムに駐在経験がございます。2015年、ウォートンビジネススクール AMP。2016年から人事総務部人材開発室長として採用改革に携わった後、2020年より 現職に疲れています続きまして株式会社サムライクリエイティブディレクター佐藤柏さんですブランドをアイコニックに体現するクリエーションを幅広い領域で展開する日本を代表するクリエーターでいらっしゃいます主なお仕事にユニクロ富士幼稚園日清食品関西工場 GLP、アルファリンク、相模原など多数手掛けていらっしゃいます。それでは3名の方にご登場いただきます。どうぞ大きな拍手でお迎えください。それではまずお一人ずつご挨拶の方を頂戴してもよろしいでしょうか。まず古川様からお願いいたします。はい、えー、どうも皆さん、こんにちは。 えっと、三井物産の広報部長の古川と申します。あの、ちょっと私はあんまりこういうところに出ることは慣れてないんで少し緊張してますが、あの、当社の取り組みをですね、あの、ちょっといろいろとあの、柏さん、小林さんとお話しできればと思ってますんで、えー、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では続いて佐藤さんお願いいたします。えー、クリエイティブディレクターの佐藤柏です。えっ、ー、と、僕はあの、古川さんと一緒にですね、えー、三井物産のブランディングプロジェクト、 えやらせていただいてて今回のえ小林さんにお願いしてフォントを作っていただきました今日その辺のお話できればと思ってますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますではここからは進行役を小林さんにお願いしたいと思いますよろしくお願いいたしますはいわかりましたモノタイプのクリエイティブタイプディレクター小林明ですよろしくお願いいたします、えー、ここではですねあの実際のこうブランドのための書体開発という ところからまあ皆さんがひょっとしてこう書体のブランド書体とブランドの関わりをこう強くして、えー、ブランドを表現するための声の、まあ、フォントですねそういったものを作るときにどういう手順を踏んでいっているのかどういう判断がそこであるのかというのを実際の例をね、えー、見ながら話していきたいと思っていますまずですねまあ古川さんに質問です えー、まあ、三井物産が、このブランドプロジェクトを、こう、立ち上げるに至った経緯について、簡単に説明いただけますか。はい。あの、まあ、今日お越しの皆さんが、あの、ど、どの程度、どの当社のことを知っていただいているかわからないですけど、まあ、うちは、あの、あまりこの、商品というのも作っておりませんで、いわゆる B2B の企業なんですね。で、B2B の企業って、まあ、従来、あまりこの、ブランディングとか要は、いわゆるコーポレート、 アイデンティティとかってそんなにまああまり気にしてないようなところはあるように感じててただやっぱり、えー、少しずつうちの会社もちょっと違うよねとやっぱりこう例えば B2B の企業でももう少しこの会社のブランディングとかそういうのをやっぱりあの確立していこうというところで2014年にあのブランディングプロジェクトというのを立ち上げてでその時に あの、じゃあ、誰にお願いするか。当然、我々の中でその内部、インハウスでそういうのはできないんで、誰にしようか。どなたにお願いしようかっていう中で、まあ、当時もう、あの、有名だった柏さんに、あの、直接お願いしてですね、で、柏さんにいろいろとブランディングお願いしようというので、あの、立ち上げたというのが経緯になりますね。 はい、ありがとうございます。確かにそうですね。例えば、モノタイプ、私たちが関わったこれまでの会社というと、例えば、自動車の会社とかですね。そういった、あ、自動車といえばデザイン大事だよね。だから、自動車、その、プロダクトとデザインというもの、親和性高かったですけど、三井物産ということで、おっと、こう意外に思われた方もひょっとして多いんじゃないでしょうかね。そんな気がします。では、まず、じゃ次に佐藤さんに聞きますけども、まあ、もともと使われていた、その、丸に、 いげたに、さん、漢字のさんですね。その、えー、まあ、ロゴを受け継ぐことになった理由というものをちょっと聞かせていただけますかそうですね。あの、その前に古川さんがもうちょっと、あ,<ー>あの、動<く>はい。動くのかそうですね。この辺の話をしていただいた後に、じゃあ僕あ、そうですね。はい。 あの、まずですね、やっぱりあの、当社あの、今、ちょっと皆さんにあの、お名刺とのお配りしてないんですけど、あの、うちの名刺を見ていただくとですね、あの、もう極めて統一されてるんですね。で、今でも例えば、他社さん、いろんな日本の企業さんの名刺見ても、いろんな形があるんですけど、やっぱりこういうのからもうとにかくもうアイデンティティを持たせるというところですとか、あとはですね、うちのいわゆるスローガン、あの、うちの会社として大事にしている価値観ですとか、一言で何かつるあの伝わるようなスローガンの作成とかというのを、 あの、やるですとか。あとは、あの、アドバタイジングプロジェクトといってですね、これ、あの、うちの会社の社内の人間を巻き込んでいって、あの、我々を、この会社を表現するときにどうしたらいいか。で、こういったようなプロジェクト。まあ、こういったようなプロジェクトを立ち上げるのも結構、柏さんといろいろと相談させていただいて、どうやったら、あの、うちの会社が、あの、よく伝わるんだろうか。で、あと、この時一番重要だったのは、要は、そのエクスターナル、要は、外に対して、こう、広告を発信するんだけど、それ以上に、やっぱり我々としては、会社の人間、社内の人間、 人間がやっぱり一体感を持ってこの会社どうしたらこの会社をよく伝わるんだろうでそういうことを取り組みにこくことによってですねさらに何か一体感が醸成できるといったようなことが結構良かったように思います。であとはですね今志プロジェクトというのをまたこれあの柏さんともいろいろ進めてきた進めているところなんですけどあの当社がこの対外的にどうやったら三井物産という会社を伝われるんだろうでこれ なんとなくこの言葉、要はある程度そのあんまりこうペードメディアにですね、新聞広告をバーンと載せただけでやっぱり伝わんないよね。で、その中でどうやったら差別化できるんだろう。我々いろんなこの会社さんとやっぱり三輸さんが何が違うんだろうというのをずっとこう追い求めていってですね。で、じゃあ何を中核にうちのこのコアバリーをこう置こうかというのを結構いろいろのあの議論をして、社内でもずっと議論を重ねていった中で、 あの、この左側にあります、三井物産の価値観、世のため、人のためですとか、要は挑戦と創造とか国づくりとか、あの、うちの会社、まあ、あの、旧三井物産、その、えー、いわゆる第二次世界大戦前の GHQ による解体の前、1876年にできた会社なんですけど、その、あの、時にはですね、増田隆という人は、えー この国、日本をまあ、とにかく豊かにしたいという思いを持って、えー、この、全三井物産を立ち上げたわけですけど、そういったようなこの、志ですね。やっぱりこういったもの、三井物産ってすごく価値観を大事にしてますし、で、一方で最近あの、当社に入ってくる若い人たちというのは、やっぱり次世代の価値観。やっぱりこのパーパス。なんでこの、言われる、 自分が働くんだ。何のために存在してるんだろう。で、この会社そのままはやっぱりどういうことを目的とし,してるんだろうって言ったら、パーパスを結構皆さん持たれてるんでね。なんで、あの、そういったようなことを、なんだろう、じゃあ、ここの、いわゆるこのベン図を見ていただいて、要は、この中央に来たものというのは何なんだろうというときに、やっぱり多分、志という言葉に引きついてですね。で、この志というのをうちは、ある程度、こう、なんて言うんでしょう、すごく経済的な合理性とかそういうのを大事にするんだけど、やっぱりそれより根底にあるところは、やっぱりうちは志だよね。 といったようなところを置こうというので、志プロジェクトというのは、まあ、いろいろとまあ進めているというようなことをやったりしています。で、あとはその志を世界で動かせというこのタグラインですね。これを作って、あの、うちの会社と三井物産という会社がどういう会社か。 これを見ていただくと、あ、なんとなくこう、その志をすごくみんな、一人一人の社員が志を持って、世界を動かそうとしている会社なんだな、というのが分かるようなことをやろうというふうにしているような状況で、これ、あの、見ていただくと、あの、一本ずつ、あの、動画とかが、うちのホームページで見ることができますが、そういったものを作っていると。で、あとはこれは、あの、日経さんのあの、30段の広告で出したものなんですけど、これ、あの、一人一人の、えー、 とえっ、ー、と、社内でですね、あの、工房をかけて、あの、K.O. ガさんというですね、あの、非常に有名な、あの、防具とか、あの、やられてるカメラマン、これ、まあ、柏さんも、あの、よくご存知だったのご紹介いただいて、K.O. ガさんにお願いして、あの、一人一人の、この、社員のですね、まあ、素敵な写真を撮ってもらおうと。で、それを、こう、一人ずつ、こう、撮ってもらったものというのを、こういったような、この、まあ、新聞の、これ、30段、えー、これは去年の1月の、 一日ですね、元旦の30段、見開きの30段に出したんですけど、あの、ある程度、うちの会社が、この一人一人が志を持った集合体なんだといったような表現をしていこうというので、あの、こういったような広告を出して、あの、三井物産という会社の、まあ、良さ、その、コアバリューがやっぱりこの志であり、で、そこの志で世界を動かせというようなことを、あの、世の中に伝えていきたいというようなことを始めて。で、それで今度、あの、まさに、 今度小林さんとかにお願いしてる、まあ、フォントの政策に移ってきたといったようなことをやってきたというのがあの当社の取り組みになります。はい。で、まあ、あの、今、古川さんからご説明あったようなことをご一緒させていただいてるんですけど、まあ、ちょっとそのフォントの話に入る前に、どうまあ、そのアイデンティティのね、あの、10年前ぐらいにその物産のブランディングをやりましょうということで、最初に着手したところを少しお話ししようと思うんですけど、はい、あの、 えっと、その今のロゴになる前って、こういう二つの、二つの、まあ英語と日本語のロゴっていうものをこう持っていて、あの、日本の会社だとこういうことって割とあるのかなっていうふうに思うんですけれども、でも実はもう、あの、当然三菱さんも世界で、あの、グローバル企業なので、えー、これは一見日本語と英語っていうふうに考えると、 いいような気もするんですけど、アイデンティティとしてはこう二つになっちゃってるっていうことなので、やっぱりこれを統一した方がいいんではないかということをまず考えました。で、えー、っと、いろいろですね、三菱さんみたいな、えー、まあ、なんていうのかな、こう一流企業だからこそこうなってしまうというか、あの、ものすごい古い歴史とともにこう活動している会社なので、昔からこう世界中でやってるので、これ今、 あの、世界中の拠点の名刺だったんですよね。で、こういうのを一応ザーッと集めてみると、結構バラバラで、あの、赤いマークがあったり、えー、なんかグリーンが入ってたりとか、まあ、あと、えー、こういうふうにですね、一個ずつ取り出してみると、これ、イゲタさんっていう、イゲタニさんっていう、まあ、そういう、まあ、家紋みたいなもんですよね。その、昔から使ってるマークがあるんですけど、多分、当時デジタルデータとかもなくて、 ものすごい古あ、古くからやってるので、えー、まあ大体いげたにさんなんですけど、間違っちゃないんですけど、えー、もう形はもうバラ、バラバラという、もう細いのもあったり太いのもあったりと、ということで、えー、まあ本当に一昔前というか、かなり昔だったらこれでも全然通用する、したと思うんですけど、まあ今現代においては、例えばロゴで言うと、ほんの少し違ってもこれは偽物じゃないかみたいな、 ことでみんなピリピリしてるわけですよね。まあ、そういう状況から言うと、これはありえないよねっていうことで、まあ、重ねるとこういうふうに、まあ、いろいろブレてるわけですと。それで、えっ、ー、と、一応もちろん広報部の方で、基準となるものをえ作っていたんですあ、あとこういう名刺とか封筒とか、こういうものも、えっと、色とか、ロゴの入れ方とそういうものもあんまり統一されずに、運用していたというような状態が10年ぐらい前だったんです。 で、えっ、ー、と、まあ、それをとにかく統一しましょうということで、えっ、ー、と、これは、えー、一応、いろいろバラバラの中でも、広報部としてはこれが一応、えー、デフォルトですっていうものは、あるにはあったんですね。で、えっ、ー、と、当時の社長には、あの、一回、この、井げたにさんっていう、もう、ものすごい昔から、あの、使ってるマークも、えー、変えてもいいから、 ゼロベースで考えてくれれ言われたんで,すよであの変えてもいいし変えなくてもいいし、まあ、だからとにかく一番いいと思うものを提案してほしいということで、えー、やってくださいという,うに言われたんですねでかなりいろいろ考えてまあでもあのやっぱりこれは変えない方がいいなという判断をしたんですねでやっぱりこれはその、まあ、一度あの会社としてはあのさっき古川さんも GHQ に一回解体をされたということで財閥解体の ことがあるので、そこから新しい三井物産株式会社にはなるんですけど、三井としては多分300年前ぐらいから、この三井の転生というのをこうずっと使ってきていて、まあその、なんていうかな、そういう時間とか歴史っていうのはもう買い戻せないというか、もうものすごいす素晴らしい財産だなというふうに思って、僕はやっぱり思って、で、かつやはりこう日本の文化のこういう家紋のようなマークっていうので、 こう世界に出ていくっていうのが、やはりこう、三井物産のような日本を代表する会社がやっていくべきことだし、それをアイデンティティに、え、もう一回、あの、それをリファインした方が、絶対いいだろうなということで、変えない方がいいですっていう提案をしました。で、そ,でそこの決断面白いですね。はい、例えば、日本の企業がリブランディングするっていうこところ、 ことをすると大抵そのアルファベットを元にしたシンボルを作るみたいなところに走りがちなんですけども、うんはい、そうしなかった。そうですね。あのそれでえっ、ー、とこれはいわゆるロゴタイプじゃなくてシンボルマークじゃないですか。まあ、シンボルマークはえっ、ー、とまあ、いわゆるアイコンなので、えー、これで全世界共通でコミュニケーションできるだろうとあとやっぱりストーリーも話せますのでこれの方が いいと思ったんですね。で、なんですけど、えー、ちょっとこれをこういろいろスマホに入れてみたりとか、そういうことをやってみると、ちょっとこの、えー、なんていうんですかね、こう飛び出てるところが、あの、ちっちゃくすると潰れちゃったりするんですよ。で、これをちょっとちゃんと現代的にリファインしようと思って、ここの飛び出てるところを、え、1.5倍ぐらいに出したんですよね。で、あと、えっ、ー、と、元々のマークを、 えー、一回全部設計図、設計図はなかったんですけど、こちらで書き直して、比率を全部調べると、ちょっとやっぱりこう中途半端な、意外に真ん中の棒と外側の棒の、えー、ラインの幅が揃ってないとか、いろいろそういうものがあったので、それをものすごく綺麗な、最適なバランスになるようにこう整えて、えー、っと設計図的にも完璧な状態にするっていうことをしました。まあこういうことをすると、ものすごい大きくしても、 すごく小さくなっても、えー、そこでイメージの、えー、が崩れない、その耐久性が生まれるということで、意外にこういうことにものすごいこだわってやったんですね。で、まあ、マークはこれでいこうということで、え、で、あとさっき、日本語で三井物産という筆文字の書体と、あと英語のがあったんですけど、それが2個あるっていうのはやっぱりちょっとおかしいので、全部三井ゴーという、まあ、世界共通で使えるものを作りましょうということで、 このフォントをフォントというかロゴタイプですねをこのマークからインスパイアされた状態で作りましたと、うん、でえー、っとまあこの「愛」とか、まあ、小林さんにもその辺お話ししたんですけど「愛」とかがちょっとこう上がわざとこう、うん、あの出てるようなのもさっきのこう交差しているところが大文字の「愛」のセリフ部分とかが、はい、やはり中和性があるということですね、はい、そううう え、デザインとして作って。まあ、これの場合は、フォントではなくてロゴタイプなので、もう本当にこのセットで使うってことを前提として考えているので、えー、書体だけで考えるともしかすると愛だけそういううになってるのはおかしいのかもしれないんですけども、ロゴタイプとして見れば一つのアイデンティティになるだろうという判断をして、こうやって作っていきました。で、先ほどの、あの、バラバラだった封筒とかそういうものも、こう、綺麗に統一をしてというような。 ことをしました。で、今回、小林さんの方に、あの、まあ、10年経って、僕は結構、かなり最初の方からフォントのプロジェクトもやりたかったんですけど、まあ、他にもやることがたくさんあって、ま、ああの、広告を打ったり、社内の人たちを巻き込んで、えっ、ー、と、ブランドの意識を醸成したりとか、ま、あいろいろやってきて、まあ、今回、古川さんの方とか、あと、新しく社長になられた堀さん、 の方からも、もう少し今度海外の方とも、もっとこう連携を深めていきたいという話もあったところで、まあそうするとコーポレートフォントを、僕的には念願のだったんですけども、持ってるといいなということで、まあこれ今、スローガンが360度ビジネスイノベーションで、これは以前コーポレートフォントはなかったので、別のフォントで代用してたんですけど、今回小橋さんに作っていただいたので、表現すると、ちょうどこう本当にロゴとぴったり来るような、 えー、イメージがぴったりあったようなものができて、えー、ようやくアセットが整ったというようなことになっています。まあ、これちょっとすごく細かくて、教養にちょっと作って、これからやろうとしているようなことなんですけど、これ名詞が左側が現状のもので、右側が新しいフォントでやると、上の三井高とか、えー、名前のところとか、全体のボリューム感が、えー、ロゴの方とぴったりあって、えー、より を統一されたようなイメージになっていくので、こういうことをこれからやっていこうと思っているところです。はい、はい、ありがとうございます、えー。ここで古川さんにもう一つ質問ですけど、はい、グローバルの視点でこのカスタムフォントをこう持つ必要性、そこについてはどういうふうに考えてました？えーとですね、あの僕自身そのなんて言うんでしょう、こういうブランディングってやっぱり結構。 相当細部までこだわることなんだろうなと思っててあのドイツの美術家のあのワールブルグですか彼が言ったその要は神は細部に宿るというあの言葉もあると思うんですけどやっぱりこういうブランディングとかってもうとことんこう細部までこだわることによってなんとなくこう全体的な,こうなんてうんだろうブランドってできるんだろうと思うんですよね なんで、こう、せっかくこう、柏さんにいろいろ作ってもらった、こう、名刺とかそういうのとかもあるんだけど、これをやっぱりもうちょっと、あの、うちの社内の要は、まあ、テキストも含めてですね、それをやっぱり、あの、オリジナルをトを持つことによって、やっぱり独自性というのはやっぱり表すこともできると思いますし、あの、それでこそなんていうのろう、他と会社というのはやっぱりこう、 差別化、見た目の差別化ってできるんじゃないかなというふうに思ってですね、やったんですけど、まあ、でも今回、モノタさんにいろいろ作ってもらって、もううちオリジナルのものがまあできて、あの結構、もう今後海外の,あの社員に対しても非常にいいツールというのができたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。それでは、えー、ここから先はですね、えー、スライドをちょっと動かしていいですか。実際にこの、 進めていくにあたって、どんなことをやってきたかというのは実際のね、あの、これ作業途中のサンプルをね、見ていただいて、こう、完成する前のものも見ていただこうと思います。これをまあ見ながら、えー、古川さん、佐藤さんに、ここでこんなふうに考えましたよ、みたいなことをね、言っていただきたいなと思っています。まず一番上、これが佐藤さんの作ったロゴデザイン、ロゴですね。まあこれを、 書体にするときに、こう、ロゴから一文字一文字持ってきて、それを書体にするっていうことは、まあ、普通はそんなにしないわけですね。その書体にしたときに、この読みやすさだったり、どんな文字が前後に組んで、来て組んでも、まあ、そこそこ、こう、相性がいい形に持っていくわけですけど、その、まあ、試作段階ですね。まだ文字がそんなに整っていない段階ですけど、このオプション1。 というのと、オプション2。で、それぞれに1の1、1の2とあります。これはあの、オプション、まず1の1、それから2の1を比べて、例えば数字の3、えー、3は違わないけど、6が大きく違っている。で、大文字の M が違っている。で、S の幅も若干違っている。そして小文字の T がこんな風に違っている。どちらかというと、このオプション1の1、 の方は割とあ見慣れた形だなという雰囲気になっていると思うんですよ。二の一がちょっと攻めてるなという感じになっていると思うんですよね。まあこの辺についてこう実際にこう会議室で古川さん佐藤さんと一緒に話をしたわけですけど、その時にこうどんなふうに感じました。そうですね。あのまあ僕はもうまさにあの今小林さんおっしゃっていただいたようにまあ僕はロゴを作るんですけど、やっぱまあロゴとフォントは違うので。 まあその、しかし今回そのロゴのイメージからインスパイアされていかにこう読みやすいというか使いやすいものを作るかということで本当にこういう細かい、細かいというか細かくはないですまあ大きな違いですけれどもまあその辺の話をこう小林さんとあの小林さんと他にもお仕事やらせていただいてるんですけどそうですね。だいぶ長こういうね、こういうやり取りをするのが僕はすごく楽しくてあの一つずつ 丁寧にこうやっていくくのがすごく面白かったです、ね、まあでもいろいろもうちょっと次のサンプルとかでもあれなのかもしれないんですけど、まあ、三井物産全体としてはなんかすごくこうモダンで明るいイメージになっていくといいなということでいろいろ選ばせていただいたんですけど、うん、古川さん最初いろいろこういうかなりマニアックなやり取りに入ってどうでしたか 私、まあ、最初になんか小林さんの話を聞いたとき、なんか、なんか、あの、美大の、 なんか、授業を聞いてるような感じで、なるほどという話で、あの、聞いたんですけど、ただ、私自身も、あの、昔からこの、フォントがこう、差別化してるなというブランド、今、あえてブランド名言わないですけど、やっぱり頭の中にいくつかあるんですよね。やっぱりもう、それを見ただけで、あ,あ、このブランドっていうのは分かってるフォントってあったんで、なんで、まあ、そういったようなフォントが、うちの会社も持ってたら素敵だなというふうには思ってたんで、あの、いろいろと、 ね、あの、ご提案いただく中で、どういった形にしようかな。で、まあ、やっぱり、あとは一つは、やっぱり、ある程度の独自性というか、ユニークさというのは、少し追求したいな、という感じは少し持ちましたかね。はい、ありがとうございます。で、今、こう、ザーっと見てるんですけども、この、ふう、こんなふうに、こう、4つのバリエーションを展開して、それぞれで、こう、見え方を検証しているわけですね。で、まあ、 結局、この、まあ、4つのオプションの特徴が分かりやすいこのスライドを出してますけれども、オプション1というのは、例えば6、数字の6であったらこう巻き込んだ形、まあ、よく見慣れた形だなっていうふうに、こう近づけたもの。で、オプション2というのは、えー、この下の段になりますけど、6がこうまっすぐで割とシャープな感じがする。で、まあ、M、大文字 M についても割とこう左右幅をギュッと狭くして、まあ、ロゴの雰囲気に多少近づけてるんですよね。 で、あとはそのオプション1の1と、それから1の2の違いというのは小文字の高さになります。これは2の1、2の2でも同じです。で、結局こう最終的に選ばれたのが2の2なんですよね。つまり、まあデザイン的にはどちらかというとちょっとシャープで尖った感じのデザイン。そして小文字も高い、大きい小文字なんですよ。そうするとやっぱりね、こう見え方がね、こうオプション2の1から 例えば、2のうちのどっちにしようかなっていうことを迷うかもしれないんですけど、これで2の2になったときに、パッとこう、なんていうんですかね、文章が明るくなるっていうんですかね、その若さみたいなのが見えてくると思うんですよね。なので、そういった観点で選ばれたんじゃないかなという気がします。同じ文章組でも、この2の2で組んでみると、割とこう、明るい感じがする。全体的にこう、うん小文字の部分が、 結局文章っていうのは小文字の部分が多いですからその小文字が明るくなることで全体がこう若く明るく見えるような気がするそんな気がするんですよねはいでその後、まあ、8月のサンプルになりますここであの全文字が出てきますでまあこんなふうにいろんな文字を作っていくわけですけどもまあこの中でこう 検証をしながら作っっていいたということになりますねこういった、まあ、デザインなんですけどもこれをこうまあ ABC を全部見たときにこの途中でねいろいろ議論がありましたこの大文字の「Q」大文字の「Q」の形これはこれでいいのかみたいな話になったときに結構まあ面白いやり取りがあったんでその辺のことをちょっと思い出しながら話しましょうか。そうですねあの Q が えー、検討したのは何ですか Q ともう一つ何かありましたっけ K で,、ね、でしたっけそうですねそういうあの本当に一文字一文字、あのーまあ、でもその例えば Q のデザインはあの他に検討したものが今出ないかもしれませんけれどもえー、っとこう斜めの棒が中に入ってるか、うん、こう外に出ていてすごく、えー、記号的に作られてるかっていうのを えー、議論したりしてたんですけれども、まあ結果的には、あのー、まあ僕はその三井物産っていうのはすごく、えー、伝統のある、えー、本当にずっと日本を代表するような企業なんですけれども、せっかく、えー、まああと実際やってることはすごく、えー、イノベーティブなことをたくさん手がけてやっているので、えー、まあその三井物産を取り巻くアセットとしては非常に近代的で、 えー、まあそういう現代まあ近代的というかまあそういう新しいイメージで三井物産っていうものを形作っていった方があのよりそういう三井物産のもともとの挑戦と想像のようなそういうことが伝わるんじゃないかということであとまあせっかく小林さんに作ってもらってるんだからまあ何かユニークなものが欲しいっていうのはありましたよね。で特にあのこの9私もこの9が好きだったんですけど若干指摘があったのはこれ9って視認性の問題どうなのでつまりこの,このが出ててきた時にこれって あのこのアルファベットになるからあるからわかるけど普通に9だけ頂い,いて9ってわかるのか今虫眼鏡に見えるんじゃないかみたいな話もあったんですけど結構あの小林さんが調べていただいて他国かどっかでもなんかあの高速道路かな,なんでしなんかでつけてた例がありましたよね。というか似たような形で9は突き抜けないという事例があったというのもあってなんか必ずしもんていうんでしょう、あのー 突き抜けなくてもいいんだなというのも聞いてなんか安心してあのこれを選,び選ばせていただいたってありましたね。はい、そうですねあの丸の中に 斜め線がこう飛び出るデザインももちろん考えられたんですけどもまあそれだとちょっとありきたりな感じもするしもう一つはこのこのくらいの太さになってくると球の中に斜め棒が入ってくることでちょっと黒みが強くなるんじゃないかっていう心配があったんですよね。なのでそういう質問を古川さんの方から頂い,いた時にああそうかた確かにそういうことも考えられるなっていうんでその時にとっさにまあ出した例が例えばアドリアン・フルティガーさんという方の作ったフルティガー という書体がありますでこれはあの今古川さんおっしゃったように高速道路で使われたり駅や空港で使われたりしているような書体なんですけどもそのフルティガーという書体の「Q」って中に突き出てないんですよね。丸の中に斜め棒が入っていないなヘルベチカみたいな書体になると、まあ、それは中に入っているんですが。 まあ日本ではどちらかというとそっちの方が当たり前の球の形なんじゃないかと思われてるかもしれないですけどよく考えてみると別にどっちが当たり前でどっちがこう何て言うのそんなに使ってないよみたいなことではないんですよね。なので十分視認性も高いいいいフルティガーという書体が中に突き出ていないんだから、これもありじゃないのでまあ全体的にパッと見た時にこちらがやはり明るいという気がしましたのでこっちの球をおすすめしました。 こんな経緯で,した、ね、であとまあその小林さんに今のようなあの世界的な事例をお聞きしたりするとなるほどなっていうので安心もできますしあと、まあ、こうやって abc だけで見てると少しそういう心配が来るんですけど単語で見ると読めるんですよねなんかこうクエスチョンとかクオリティとかそういうふうに単語になるとまあこうやって q だけとかっていうふうには見ないから、あのー、意外に。 そういう事例も作っていただいたりしてあこれですよね、うん、上から3行目あります、ねまあそうするとだいぶあの心配ないねっていう話にもなったりしました、うんはいはい、でこんなふうに、まあ、いろんな言語が組めるように、まあ、モノタイプでは普通はこのくらいの文字集は揃えるんですけどもここでやはりこう なかなか日本の企業ではイタリック体といいうのをこう採用すする例がないんですよね。で当然その三井物産がこう世界に発信する時に長い文章を多分組むことがあるだろうその場合にイ「イタリック体」っていうのは必要ないですかっていう提案をしたら。 割とこれがすんなり通ってしまったというところが結構私もちょっとあの表紙抜けな感じでイタリック体の説明思いっきりしなくちゃいけないかなと思ったらそうでもなかったみたいなところがあったんですけどその辺の判断はどうでしたあまあもうあの当然グローバル企業なのであのまあ今回ウェイトはえっとレギュラーとボールドってことでまあもっと作ろうと思えばねもちろん作れるんですけど一回まずはそのその2つの書体でやってみようってことはお話をしてまあでもイタリックっていうのはその まあ、フォントとして、セットとして、こう、いろいろ文章を組む上では、当然必要で、まあ、そういうものが、こう、世界のスタンダードのルールになってるんだったら、それがないっていうのは、ちょっと、あり得ないなっていうことで、はい、もう、それは絶対作った方がいいなうんもう、そこの説明をしなくてよかっただけでも、かなり早いスピードでできたプロジェクトだと思います。まあ、これ、私もちょっと意外に思ったのが、普通、えっ、ー、とせ、私なんかが説明に行くときに、まず、こう、 文字なんか読めればいいじゃないって思ってるけどそれ違うんですよみたいなところから話をしなくちゃいけなかったりするんですよね。今回のプロジェクト案外それがなくてですね、このイタリックタイの時もイタリックタイっていうのがあってっていうふうに話を切り出した時にもうすぐ愛作りましょうっていうことになっている。で、この辺は多分そのイタリックタイの重要性を分かっている。例えば日本語で言えば日本語の中に外来語が入ってくるとき。まあ例えば、うん、ここで言えばセミナーみたいな。 こう、ことをこう、外国語なんだけど、日本語に入れて書くときにセミナーってこう、カタカナで書きますよね。それと同じなんですよね。英語の中で、例えば、外来語が出てきた、ドイツ語、フランス語が入ってくる、なんていうときにそれをイタリックにするっていうやり方をするんですよ。日本語で言えばだから、カタカナのような役割をしているわけで、それをもう、重要性を説明しなくても、うん、それ作りましょうっていうことになっているっていうところは、まあ、 このプロジェクトで割とこうすごく良かったな。説明しなくても済むって珍しいなっていうところだったと思うんですよ。あとはここでも印象的なですよ。の形ですよ。これはやはりあの三井のロゴのが途中でありますよね。それとこの一番上のね、ロゴデザインのの形。これはやはり こう取り入れてアルファベットの中にうまく溶け込ませる形でこのを入れてきましたこれについてもやはりあの Q とか K とかの文字と同じようにも2種類作ってこう比較してみたそんなこともありましたそうですねあとまあもともとロゴを作るときにこののデザインをかなりこだわってやったんですうん、うん、そのまあ三井こうって言ったときに 結構、えー、M とか I とか T とかって、割とこう、ジオメトリックな記号なので、ちょっと特徴が出しにくくてで、まあ、それもあって、I の頭をこう、いと揃えたりしたんですけども、で、あの、も、を一番いっぱい作ってるんですよ。うんうん、で、まあ、それはロゴタイプとして何かこう、印象的にするにはどうしようっていうので、やって、結構こだわって作って、最後提案するときも、 当時の社長とかと一緒にすごくそこを見て決めたりしてるんですね、うん、だからなんか物産的には結構こだわりの安堵だったんで,で、ね、なのでぜひ今回もそれをその形を踏襲していただけたらなというふうに、うん、はいありがとうございますそれで、まあ、まあ全体的にこういったあの多言語割と多めの言語が展開できるようなこの文字セットにしているわけですけどもまあ これをまあ展開していくにあたって、やはり大事なのは、これはあとは運用の仕方みたいなことになると思うんですね。その辺についても多分、えー、ひょっとして会場から質問が来ているような気がしますけども、それについて、こう、今の、え答えながら進めていってもいいですかね。えー、例えばですね、あの、こういったあの、 多くの言語をこう表現しなくちゃいけないような、えー、状態ってあると思うんですよ。で、そういった場合のこう運用の仕方みたいなことは、当然その社内でこうルールをこう決めて使い、えー、こうやって使ってくださいというようなことがありまして、実際その三井物産さんにも今回そのイタリック体というのは備わりましたと。でイタリック体こんな風に使ってくださいみたいな、こうちょっと簡単なマニュアルみたいなのをね、お届けしてるんですよね。 なのでそういった運用が、こう、まあ、書体があるよ。なんか知らないけど、あるから使ってください。じゃなくて、そういったことも、まあ、展開としてね、今後の展開として、こういったふうに使いましょう。的な、社内的な啓蒙みたいなのが、今後、こう、浸透していく。そうすると、まあ、フォントと一緒に、そういった使い方みたいなものを、まあ、運用の仕方というのを、こう、考えながら、社員で、こう、ブランドの声を作っていくと。 いうことになると思うんです。そうですね。これで海外に向けてのこうブランドについてこう語るような、えー、時代。こういったあの海外に向けてのブランドの時代についてこうなんか考えがあったら、例えば佐藤さんなんかはどうですかそうですね。まあもう本当にあの僕もいろっいろ、えー、と企業ブランディングをこう担当していて、まあ えー、コーポレートフォントを作ったのって4社か5社ぐらいあるんですけど、うん、まあそれはやっぱりもう全部グローバル企業で、あの、もう本当に当然のようにこう世界でビジネスをやってるっていう、えー、ところなので、で、まあ、やはりその日本だとまだその、えー、まあ日本だと日本語もありますし、うん、そのヨーロッパや、えー、まあ欧米に比べるとそのコーポレートフォントのカルチャーがまだまだかなと思うんですけども、まあ物産、 とかになればもう本当に世界中でやってるのでもう当然のようにそこはこうあった方がいいなっていうのとやっぱりこうすごい量で文章が出ていくので、うん、こうまあ僕はフォントっていうのはこうか環境を整えるみたいなこう、えー、まあさっきの広告とかそういうものだと何かバーンとこうインパクトのあるコミュニケーションだと思うんですけどこれはもう本当にこう環境環境として いつののにかこう三井物産の世界観みたいなことをえまあ社内外にこう伝えていくすごい重要なものだなと思ってましてえでも結構そういうものって慣れちゃうとあの本当にそうじゃなくなった時に気持ち悪くなったりとかなんかおかしいなみたいなやっぱり意外にすごくインパクトのあるものだなと思ってましてまあそういう経験を他のブランドでもやって え何年も運用するとそういうふうになったことを経験してるので、うん、結構自信を持って古川さんにも「フォンとやりましょう」ってそうですねでそのこのデザインをこう振り返るとこの例えば真ん中あたりにあの通貨単位ドルとかユーロとか。 え、トルコリアとか、まあちょっと日本ではあんまり馴染みのないような通貨単位も含めてこんなのもたくさん作ってますよね。こういったところもやはりグローバル企業ならではの、まあ文字セットなんじゃないかなという、そんな感じがしていきます。こうやって文字の組み方を見ていくとわかる通り、まあこれあの実際に試作の段階でのね、あの、組み、 方なんで、まあ特に上から下まで読んでみて何か意味の通るような文章ではないんですけれども、まあこういったいろんな組み方をしてみると、まあこの、まあロゴの段階で、えー、ある三井 &CO と、あの、ここである三井 &CO、ここではあの、書体になっているので、ロゴとぴったり重ねる。 重ねて、重ねるものではないんですけれども、やはりこの、いろんな組み合わせをしたときに、この愛、大文字愛の字が、割とこう、やはり、なんていうの、個性を割と主張しているんだけども、じゃあそれで読みにくいか邪魔になってるかという、そうでないと思うんですね。ここで、その、まあ、サステイナビリティとかっていう、そういう単語を組んでますけれども、そういったところに入っても、もう、バランスの取れた、えー、セリフのついた愛だったりするわけです。こういったところをね、こ いちいちこう検証してもらいながらこんなふうに進めていったこんなプロジェクトですよね。でまあ戻っていくとこんなふうにオプション2の2でこれはまだあの文字数が全部揃っていない段階のえまあスライドになりますけれどもこの段階でこの「三井」というこの文字。 の大文字と小文字のバランスであるとか、文章を組んだ時の全体のこの明るさ、それから若さみたいなものを感じさせるところ、こういったところがこの表現できているんじゃないかなと思います。まあそんなわけでこれあの実際に注文を受けてから。えー 収めるまででに多分4ヶ月ぐらいですかね最初に、まあ、プレゼンテーションしてその私がその美術大学での講義のような話をしたのが <laughs> 昨年の12月でしたかねでその12月から、まあ、しばらく経ってじゃあこれやっぱり動きましょうということになって動き出したのが、まあ、5月ぐらいだったと思います。 で5月からまあ9月くらいの間にこう制作してこれを収めることができたということになりますね。あのあの本当の重要性に関してはあの今日ちょっとお見せてきてないんですけどあの当社はの今あの社内のあの会社の観孔物ってあるんですけど。はい。 あの統合報告書とか会社案内とかです、ね、株主招集通知とかいろんな67種類ぐらいこういろんな対外的に出す観光物ってあるんですよでこれをまあどういうふうにやるかというと今までうちこれも結構いろいろバラバラだったんですよね要は発行する文書例えばその人的レポートっていうのと人事部が出して会社案内だと広報部が出してとかというのがあったんですけどやっぱりこれもこうやっぱりこう柏さんと進めてるこの要はある程度ブランディングに揃えたいという。 でこれはあの今年から全部もうあのこの観光物は一体感を持たせるようにしたんですねでそれもどういうふうにやったかというともうあんまりこうなんか昔ながらのなんかいろんな写真を組み合わせるとかというなんかなんて言うんですか絵とかあのいろんなものをやったりするんですけどどちらかというともう今のロゴの,あのいわゆるそのあの墨のような黒と白を基調にしたものをベースにもタイポグラフィーだけ。 に表紙を全部変えたんですよ、ね、んなんでまあその時もそれでタイポグラフィーのその要は観光物あの表紙だけってやっぱり結構フォントはすごく見えあの生きるんで、うん、なんでまさに今,今年はちょっと間に合わなかったんですけどまあ来年のものというのは今度作っていただいたあのタイポグラフィーあのタイポグラフィーのあのーまあ、全部このフォントを使ってやるというんで結構我々はそれを楽しみにしてるというような状況ですね。そそうあのそのプロジェクトをやった ことで、これ、コーポレートフォントでやったりするといいんですけどね、みたいな話にもなったりしたんですよなるほどね。はい、やはり、その、観光物で、こう、使うっていう、この目的がちゃんとあって、まあ,あ、そこで写真とかではなくて、タイポグラフィーを全面に出してということですね。そう,ですねうん。まあ,あと、あの、うち世界に140か所ぐらい拠点があるんですけど、それの、あの、三井アンドコーンの下に、今度はですね、あの、その、それぞれの拠点がある、あの、都市名、 使命、うん、をもうつくあの入れたものというの、このテンプレートを作って、それを各拠点にまずひな形として配って、あとは、あの各拠点で自由に、例えばマグカップに印刷してもいいですし、あの、それこそ T シャツを作ってもいいですし、それを、あの、要はマウスに作ってもいいというようなことを、今ちょうど始めているような状況で、うん、結構まあ、世界各国の、あの、従業員の方からも、あの、こういうロゴができてすごく良かったといって、声は。 あと、社内で結構若い人たちがこれロゴを作った時にどういう反響あるのかなと思った時に結構私のところにもあの若い人たちからうちいいですねみたいなああこんなロゴを作るんですねですみたいなんで結構あのそういうあの連絡を結構いただいてて私自身は嬉しく思ってたりです。あ,あなるほど。ええ、はい。これあのよく聞く話なんですけど例えばロゴが新しくなったあるいはそのコープレートフォントを導入したということでその対外的な発信だけでなくて社内の こう気持ちが高まるっていうのはあると思いますよね。そのうちの会社ってここんなことやっっててるんだっていうで例えば歴史のある会社なんだけどこんなことを考えてるんだ新しいことを考えてるんだっていうのを社内の人たちにも知ってもらうっていうことではまあそのプロジェクトがもう社外そして社内に対してもこう十分有効な感じですよね。はい、まあ結構あの 今その社内のインターナルブランディングのお話なんですけど、三井物産って先ほど古川さんがこう商品が、こう割とこういう商品があるわけじゃないっていうお話じゃないですか。うんうん、で、そうすると物産はその10年ぐらい前にあの、やっぱりこう人の三井っていう、三井物産で働いてる人がもちろん資産であって、うん、で、その人の三井っていうのがずっと前から使われてる言葉なんですね。 なので僕はその人をメディアにしてブランドを発信していきましょうっていうのを最初に考えてるんですよ。うん、だから全部広告でやるとかっていうよりも世界中で活躍している三井物産の人たちが我々の会社はこうです、えー、我々はこういうことをしてるんですっていうのをあの本当に1人ずつがこう喋れるようになると、まあ、ものすごい数で活動してますから。うん まあそれ自体が一つのメディアになって、まあメディアというか一番重要なメディアはその社員じゃないかっていうことでこのプロジェクトを始めていて。うん、なのでさっきあの、えっ、ー、と、志プロジェクトとかいうのも全部三井の社員の人たちの志をこう発信していくっていうのになってるんですよ。うん、なのでやっぱりその、えっ、ー、と、インターナルに対して その反応がいいとか、こういうものをこう理解してもらえるっていうのは僕としてもすごい嬉しくて、えー、その人たちがまたこういうストーリーでこういうものを作ってるんですっていうのを発信していただけると、考えが伝わっていくなる、うん。佐藤さんがこうぐらいまで関わられたプロジェクトでやはりそういうような反応っていうのは多いですかあそうですね。まあ、あのー、えー、っと、他の物産以外の他のプロジェクトだと割と B2C の あのブランドでえっ、ー、とうんですかね、うん、コーポレートフォントを作ったりしてるんで、うん、まあかなりダイレクトにそのビジネスというかその世,間の世間でのコミュニケーションに使ってるので、うん、あのそ,そこはなんかもっと分かりやすい反応があるというか楽天とか、えー、とユニクロとかも作ってるんですけれどもあのそれはもう本当に、えー、楽天でいうとこう。 たくさんもう70ぐらいあるあのブランドが楽天なんとか楽天なんとかってあるじゃないですかあれが全部こうバーッと揃ったりとかまあユニクロだとえ例えば商品名とかえっと中でえっと広告やえ店の店内の POP で使うものが全部同じフォントでこうコントロールしてるんでそれも猛烈になんていうんですかねえ統一感があってでやっぱりそのえー イメージっていうのがあの、まあ、調査とか前したこともあるんですけど、まあ、すごくそういういいい反応もいいですよ、うん。そのブランドの例えばリブランドでもそうですし新しくブランドを作るでもそうですしそういった時にこう考えることっていうのはまずどんなことでしょうえっとまあそのブランディングってやっぱりこう世界観を作ることだと思うんですよね。うんうん まあ、えっ、ー、と、ブランドってこう、社会の中での存在なので、その存在感をどういうふうにこう上げていくかっていう活動がブランディングじゃないですか。うん、で、その時に、あの、やっぱりこう、まあ目にするものって、一番こう、その会社を目にするものって言ったらロゴ,ロゴだったりとか、うん、だからそこはすごく重要で、えー、まああとそれがどういうふうに出ていくかとか、まあ、 えー、やはりそこのこう世界観をどうコントロールするかっていうのがすごい重要なんですよね。うん、で、えー、例えば広告を一つ打つのでも、商品を作るのでも、必ず何かそこにこうビジュアル的な要素が入ってくるので、その世界観をコントロールするためにフォントとかがめちゃくちゃ重要な、うん、まあツールというかアセットになっていくので、はいはい、僕は結構そこの、えー 本当をいつもコントロールしたいっていうふうに思っていて。でまあ、今回、10年かかったんですけど。<laughs> <laughs> そんなにかかってたんですか <laughs> いや、10年前からブランディングプロジェクトやって、今回できたので、えーまあ、時間はかかったんですけど、まあ、でも、着々とそこに向けて、まあ、僕的にはついにそこまでいけたなっていうのもあって、うんうん、すごい今回嬉しいです。なるほど ここでもうちょっとね、あの、深く、私も悩んでることで聞きたいんですけども、例えばその企業の方に、まあ、大企業の方にね、その、フォントって大事なんですよ、文字って大事なんですよって伝えるのって、まあ、このプロジェクトの場合は、そんなに、えー、すぐに分かってもらえたから、私すごく楽だったんですけども、大抵私苦労するんですよ。文字って大事なんですよ。え、なんでだってもうコンピューターにこう文字入ってるじゃないですか。なんで新しいのを作んなくちゃいけないの で今もうだってあるんだし、それ使えばいいじゃないっていうところから、いや、そうじゃなくてっていうことが入るところがあるんですけども、その辺、佐藤さんだとその説明、すごく、えー、苦労はされないんですかうん、苦労っていうかそうですね。例えばだから、あのー、一番最初からフォントをやろうっていうと、多分なかなか、えー、まあそこの企業を、 にももう全然よるんですけれどもその一つはまず例えば僕にあの依頼をしていただいている時点で何かそういうデザインとかブランドが重要だと思ってるからそこを変えたいっていうのがあるじゃないですか、うんうん、だからまずそこに関心はまずある状態っていうのはアドバンテージがあるじゃないですかだけど例えばいきなりそこでフォントの話からすると結構なかなか。 確かに難しいなと思うんですけどやっぱりロゴができたり他のものがいろいろ整っていくとそうするとまあさっきの「仏壇のおれで言うとじゃあいろんな観光物を作っていこうっていうところまでいくとあこれやっぱりフォントが揃ってた方がいいよねみたいにこう、うん、自然になっていくっていうか、うん、まあそこのやっぱりそ,のそこにも持っていくじゃないですけど。 えー、そこに気づけるようなアセットが他にもないと、うん、フォントだけだと確かに違いがパって分かんないっていうか、うんえー、だからやっぱりこう全体的なブランディングの中で話をしていくとやっぱり必要だよねみたいになると思いますけどね、うん、なるほどね。 全体的なブランンディングのの中でで文字ととといいううことですよねそだ思まあ僕はやっぱりブランディングとしてやってるから、はい、あのまあいろいろコーポレートフォントの持ち方っていうのもいろんな経緯があると思うんですけど、はい、まあ僕がやってるプロジェクトだと明らかにこうブランドを作っていくセットの一つというふうな位置づけの方が多いので、うん、あのそういうアプローチが多いのかなと思いますけど。なるほどね それはあの、ロゴ作りの時でもやっぱりその、まあ当然ロゴに文字がこう関わってくるような場合でもやはり同じように考えてますかそうですね。あの、ロゴの場合だと、えっ、ー、と、必ずしも、えー、まあ確かにその、なんていうんですかね、えー、全くそういうアルファベットがないようなものっていうのも少ないは少ないんですけども、ロゴだともうちょっと記号として作るので、 必ずしも文字じゃない場合もあるというか、うんうん、さっきの井桁さんとかだとまああれまあシンボルマークじゃないですかです、ねうん、だからああいうもので中心にやる場合もあるので必ずフォントと結びつくわけではないんですけど、うん、まあでもやっぱり多くの場合はその何とかっていう会社っていうのをこう説明するために必ず文字は必要なので、うんえー、そこにはまあぶち当たるはぶち当たりますけどね。なるほどねで今回そのの例えばこの えっと、大文字の愛の字って結構印象的だったりするんですけども、その、まあさっきも説明いただいたけども、そのいげたの飛び出し方、それからこの愛のこのセリフ部分、まあ横線の部分ですよね。そこの部分をこう重ね合わせてうまくこう、親和性を持たせたというところ、はい、ここは結構私もこれいいアイデアだなと思って、えー、で、それはね、その、 愛の字を、例えば、じゃあこれ、セリフ邪魔だからそれなくしましょうみたいなことは最初から考えてなかったんですよね。まあそういったこう感覚のこの面白さというか、そこでこう、うん、オリジナリティをちゃんと出していくって言ったところの、こう、 まあさっきそのロゴを作る時に「井桁の3」の部分をすごくいっぱい作ったあるいは「&」の部分をいっぱい作ったっていう話もありましたけどもその「愛」の形についてそう例えば悩まれたりとか何かしましたす,すごい悩みました<ー>悩みましたというか「あのこう井桁さん」と「三井こう」っていうのをこうくっつけた時に、まあ、くっつけたっていうか、うん、シンボルマークとロゴタイプが一体となってロゴじゃないですか。その時に まあ、ンドコうという書体をたくさんデザインしてるんですけど、うん、まあ最初は、ええー、ありもののフォントでやってみたり、ええー、まあそれでいいのがあればそれでもいいかなと思うんですけど、必ずなんか大体合わないんですよね、ぴったりは。うん、その、それでそのウェイトの感じとかも合わないし、はい、それでも、しょうがないからって言ったら変ですけど、やっぱりオリジナルでこう作り始めることが多くて、うん、で、いろいろ作っていくと、 まあ、いげさんがすごくこう、シンメトリーでジオメトリカルなものなので、はい、うんと普通にやってるとなんかこう、なんか負けちゃうっていうか、ンドこうっていうのが、うん、まあ読めるんですけど、うん、なんか全然こう、ある記号としてバーンって入ってこないんですよね。うん、それで、なかなか M とか S とか、まあ、ど、どこに特徴をつけようかなみたいなのをこう、いろいろ、 うちの侍でやってでやりすぎないでかつ特徴をなんかこう井桁さんと合わすのには愛,愛にセリフをこうつけていくのが結構いいなみたいなの途中でもうそれ何度もいっぱいやりながら考えてその打ち合わせには古川さんも参加されてたんですかその時は古川さんまだ広報部じゃなかったんなんだあそうなんだ,あそうな,んだなるほどなるほどじゃそれは例えば堀さんと 会話されてっていうことは、えっとね、堀さんはその時はまだ社長じゃなくて、あ,<ー>あの経営企画部長だったから、でもまさに堀さんがその担当の方で、うん、あのやり通したんですけど、そこまでマニアックなところは見せてないです。うん、あの僕の方で、えっと最終的に一番整ったやつ、えー、だけを見せてるので、一案の、うん、一案プレゼントうん、なるほどなるほど。だから結構。 ううちの僕,僕の方ではものすごい山のように検証してやってるんですけど,、えーうん、どはいはいその辺の検証のスライドはここにはなかったかそうかあここにはないですね、はいまあ、井桁の検証はだいぶされていたわけですよね、はいうん、なるほどこの使用イメージの部分でこれあの今上の部分は切れてますけどこれ実際は えー、ウェブサイトを見ると左側に堀さん右側に柏さんがいるというそういった写真ですけれども、まあ、こういった、ね、あのサンプルを見ながらこう進めていったということになりますね。 でこれ、実際にあの使用されるときにあの何言語ぐらいを使用の予定ですか、今のところ。何,何言語言語の数あ。言語ですか。言、はい、言語、言語という意味で言語ですか、はい、言語はあのー、基本的には英語が、うんあれですね、メインなんでフラ,フランス語、ドイツ語。まあ そうですねこの普通の,あのアルファベットを使っているところでは使ってもらうんでちょっと今何,何言語なのかちょっと今僕も今ぱっと出てきませんけどまあでも世界の,あの,であの基本的に今回使っていただいたフォントっていうのは、まあ、あの各従業員の PC にはも落とし込むんであの世界各国でまあ使ってもらうという形にする予定にしてます。なななるるほど世界各国で使ってもらえるような形になりますはい では、そうですね。これで、えっ、ー、と、もう会場の方からいくつか質問が届いているという話を伺ってますので、これを、はい。では、よろしくお願いします、えー。会場の方からも、あの、この、今日、今日のね、参加者から事前に質問をいただいているという話を。 伺ってますそれを、はい、じゃあ読み上げていただけますかお願いします、はい、かしこまりましたえー、それではここからは参加者の皆様から事前に受け取りました質問で先ほど少しお話の中にもあった なんですけれども、ブランディングを進める上で、社会だけではなく、社内、まあ、インターナルにいかに浸透させ、運用していくかが重要だと思っています。ブランドのらしさの表出を実装するためには、策定の段階で使いやすい明快なアセットやガイドラインを用意することは大前提だと思いますが、それ以外で有効な方法や考え方があれば教えていただきたいですということになります。こちらはいかがでしょうか。はい、これは私からお答えいたします。 ええと、まあ、私が制作したコーポレートのうち、まあ、いくつかの会社では、その、この書体に切り替えたら、どういういいことが起こるかっていうのを検証するんですよね。その検証、つまり、まあ、先ほどその運用も大事ですよ。例えば、ルール作りというか、そういったものも大事ですよって話もちょっとしましたけれども、それだけだと、ただこう、使え、なんか知らないけど、これになったから使えというような形になっちゃうんですよね。 で、そうだけ、それだけでなくて、その、この書体を使うことで、こういう利点があるよ、いいことがあるよっていうのを、社内で検証してもらうのが一番大事だと思っています。で、それというのは、モノタイプの中で検証すると、えー、まあ、どちらかというと、当然私たちの作った字の方がいいですよね、みたいな、ちょっと偏った判断になりがちだけども、社内で、その、運用する、社内で、会社内で、独自に検証してもらうと。 で、その中の一つの企業では、それまで使っていたヘルベチカという書体があります。まあ、ヘルベチカというオーブン書体があって、それを新しい書体に切り替えたときに、どんな風に読みやすくなるか、それからあのサーベイを行って、いろんな人にこうリサーチをして、その結果、グラフにしてたんですよね。そのグラフにした結果、その若々しいイメージになった。つまり古臭いイメージではなくて若々しいイメージになった。 それから、こう、実際に、こう、機能的な面でも、小さいサイズで読みやすくなったという結果が出たんですよ。やはりそういった、その、ま、グラフにして、え、リサーチの結果を発表して、で、その上で、この書体を使ってくださいよ、という、その、こう、新しい、 ブランドにこう切り替えるときの、なぜそれが良いのかということをね、わかりやすく説明する人たちが、その社内の中に、社内にいたんですよね。で、だから、こう、運用の面で大事なのは、その企業の中での、その、旗振り役というか、これを使うとこんなに良い,いことがあるんだというようなことを、こう、みんなに言って回る人、そのための調査をする人、そういった人が必要になるんじゃないかなと思ってます。 こういう答えでいいでしょうかね。はい。よろしいでしょうか。ありがとうございました。では、またもう一つ、こちらも事前に受け付けましたご質問なんですけれども、ロゴタイプのデザインや頭文字をロゴにしたデザインで、本文用の書体のデザインで行うような作詞補正などの調整は必要でしょうか、まあ、状況によると思いますが、どのような状況が考えられるでしょうかというご質問です。はい。今、ちょっと難しい単語が出てきましたね。作詞補正。 作詞の調整。作詞というのは目の錯覚のことですよね。まあ単純な錯覚の例で言うと、例えば同じ太さの線を横方向に置いた場合と、縦長に縦方向に置いた場合とで同じ太さなのに、横線の方は縦線よりもちょっと太く見えちゃうんですよ。そういった調整が、あの、どんな書体でも、えー、されていると思います。もちろん、 ロゴでもそういったことは使ったり、そういった調整はしたりするわけですけども、まあその調整の度合いですよね。その調整の度合いというのはやっぱりそのロゴなり書体なりのその個性の強さにある程度関わってくると思うんですよ。その調整がものすごく丁寧にされた書体というのはまあ読みやすい。そしてこう目に見ても自然に映るので特に変わったところがないなというふうに思われたりします。つまり 個性という面では、それちょっと抑えめになるかもしれない。でも、それというのはやはり使い道があって、個性が強いからいい、あるいは弱いから悪いとかっていうことでもないと思うんですよね。個性が強い書体だったり、ロゴだったりすると、それは、あの、寿命みたいなものが関わってくると思うんです。例えば、3ヶ月間だけ使うキャンペーンなんですって言って、こう、ものすごい自流に乗った流行、 の先端を置いたようなロゴを作ったり、書体を作ったりすると、それはその3ヶ月だけでわーっと盛り上がるかもしれない。あ、これは新しいねっていうことになるかもしれないけど、これが2年、3年、5年と使われていくときに、それがじゃあ5年後どういうふうに見えてるのか。多分それって、あ、もうこれ古いよねとか、あるいは最初は新鮮だったけど、もう新鮮さはなくなっちゃったよね。ちょっと古臭く見えるよね、みたいな話になると思うんですよね。 だからそういった、その、寿命との兼ね合いじゃないですかね。3ヶ月のキャンペーンだけの、そのためだけのロゴだったら、ものすごく新しいことをやってもいいと思うけども、10年、20年使う予定だったら、すごく安定感のある。で、それこそ、作詞、目の錯覚の調整をして、特にこう、気になるところがないなと目、目にこう、イラッとくるようなところがないなそういったものを作るのが、多分いいんじゃないかなと思います。これ、私の、 えー、個人的な考えでそう言ってますけど、どうでしょう、えー、ロゴを作ることが多い佐藤さん。そうですね。まあ、ブランドによりますよね。うん、その、まさに、あの、えっ、ー、と、作詞補正って、まあ、その、読みやすくするっていうのは、あれなんですけど、こう、例えば、やっぱり、僕はロゴはすごいたくさん作ってるんですけど、まあ、フォントのプロではないので、 そこはだいぶ違う考え方で多分作っていて、ロゴだとやっぱりこう記号として考えるので、そのすごく安定感のある読みやすい感じがいいようなブランドイメージが欲しい場合はもちろんそうしますし、うん、え何か少しなんていうかな、あえて作成をしない場合もあるんですけど、うんうん、例えばもっと記号的に考えていて、そのロゴをくるくるこう映像で回したりとか、 何かモノグラムみたいにこうパターンにするとか、そういうことを前提で考えているときは、あんまり作小生すると、何て言うんですかね、回したりしたときに、何て言うかな。縦方向横方向の位,位置が変わっちゃったりするすあれ太く見えちゃうよみたいな。そう,そ,うだそういうのだと図形としてはなんか逆に使いにくくなっちゃうので、うん、わざとやんなかったりするんですよ。うんうん、だから結構その、も,ものによりけりなんですけれども、うん、いろいろそういうコントロールを。 しています。だからえー、やっぱり文字とロゴとフォントはやっぱ違いますよね、うん、だいぶそこが、あのー、違うかなと思っていて、えー、やっぱりこうロゴだとじゃあスマートフォンのアプリのアイコンになった時にどう見えるかとかやっぱそっちの検証の方をすごく多くやったりしてますねなんかね。 なるほどこれを私もちょっと勉強になりましたロゴを動かした時に回転させた時にどんなふうに見えるかそこもやはり考えないといけないですよね今の時代ねそうですね結構あの例えばあの最近ユニクロだとこうお店にあるロゴもキューブにして、うん、ユニクロ東京とかだとキューブになっててこう動いてるんですよだからその十何年前に作った時はその動きをイメージしてたわけじゃないんですけど でもどう考えても,もうデジタル時代だからなんかこう映像的なそういういアイデンティティの持ち方みたいなことはやるだろうっていう前提で考えたりもしていたので、うん、あと何かその、えー、ファッションブランドなのでそれをこうパターンにして何か作ったりもするかなとかなのであんまりこう、えー、変化のないようにしたりしましたけどね。はい、いありがとうございます。 こんな答えになりましたけど、どうでしょうかね、はい。よろしいでしょうか。それぞれのお立場からお話を聞かせていただきました。さあ、それではですね、ここからはご来場の皆様よりご質問の方をお受けしたいと思います。それでは少し客席の明かりを、はい、ありがとうございます。では、ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。どうぞお気軽に手を挙げてお知らせください。 いかがでしょうかせっかくの貴重な機会となりますので、よろしければ、どうぞお気軽に。私だったら聞きたいこといっぱいありますよ。はい。では、前列の方、はい。恐れ入りますが、最前列になります。今、マイクが回りますので、はい。こちら、男性の方になります。 ありがとうございました。これ、名乗った方がいいんですかできましたら、なくても大丈夫ですが。デジタル庁のデザイナーの河瀬と申します。ありがとうございました。あの、デジタル庁でも、あと僕フリーランスでもグラフィックデザインの仕事をしてるんですが、その、制定フォントを検討したり、よくするんですけれども、特にあの、行政の仕事なんかだと、えっと、それを入れることでどれぐらい税金が、あの、使用する税金が下がるんですかとか、あの、そこがもう大前提の判断基準になるんですね。 で、そうしたときに、何かしらその事例を作らなきゃいけないなと思うので、あの、例えば、数字とか、ラテンアルファベットとかだけでも作って使用してみるかみたいなことを今、検討してるんですけれども、あの、例えば、三井物産さんだとか、柏さんとか小林さんとかそれぞれ、そのカスタムフォントを入れるとか、あるいはフォントを、えっと、何か標準的に普段、何気なく使っているもの以外のものを定めて使うっていうふうにしたときの、その効果の、 検証ってその後どうされているかなっていうのをあの先ほど定性的に測られてるってお話はありましたけれどもそれ以外で特に数字に現れてくるものとしてその経営上のインパクトに対してどう答えているかっていう検証をされているかあるいはされない場合はどのようにご説明されているかみたいなものでもし何かお考えになっていることがあればお聞かせいただけると嬉しいなと思ったんですがいかがでしょうか結構す、その コストパフォーマンスというか、そこの検証あんまりしてないですね。その、えっと、例えばそのフォントを作って、どうなんだろうな。開発費と別に他のフォントを買わなくていいですよとかって言って、あれなのかっていうのはあんまりこう、まあ、普段僕のやってる仕事ってブランディングなんで、それを使ってさらに何て言うんですかね。こう、売り上げを上げたりとか利益を出していって、あの、投資をして、 さらに何んですかね利益を生むみたいなことではもちろん回収できてると思うんですけど入れたことによって下がるってなかなか難しいですよね。難しいと思いますねまあでうちなんか多分まあデジタル調査もそうですもうちもうちも特にその商品持ってないんですよねなんでじゃあ当然そのいろんなブランディングをやることでこういうフォントを投資することでどんな効果があるんだということはやっぱり 議論になりますただ、まあ、正直僕そこはなかなか定量的な測定ってはやっぱりもうできないという前提で、ただ、そうは言っても何かは変えなくちゃいけないんで、我々どうしたもんかなというね、いわゆる KPI、何を設定するかなという時なんかは結構あの他社さんが実施されるブランド調査ありますよね。だから相手なブランド調査のそのブランド調査に関してもそのブランド調査の要はこう答えてる人たちのもう属性であるとかそういうものがいろんな要は なんて言うんでしょう。なかなかこのクオリティ難しいんですけど、はっきりしてるのは、要は定点観測はできる。つまり、要は5年前、このアンケートだったら5年前はこうだったよね。 でも2年前こうだったよね。で、今度このブランドをやったらこうなったよねというところで、そこで少なくともその、どういうふうに変わったかって証明できるわけなんですね。ですよね。なんで、あの、僕らはそ,のそこの部分の、いはいくつかのアンケートは、要はうちの会社の企業イメージ調査とか、日経さんとか、あと他の会社さんがやられるのをやって、で、 やったことによって、例えばうちのイメージが、あの、もともとこれ、うちの企業のブランディングの出発点にもなるんですけど、結構うちの会社って三井物産って聞いたらですね、多分多くの方は、大体は伝統がある。で、大体もうなんか、もう、あの、いわゆるコン、今家グレーのスーツを着たおっさんの集団、もうおお親父社会。で、大体みんな酒飲み行く。で、大体6時ぐらい、もう残業する。 といった多分イメージでこれをやっぱりぶっ壊したいなっていうのはもともとあってやっぱりうちの会社今すごくいろんなこのイノベーティブなことはすごくやってますしでもう社員なんてみんなもうジーパンと T シャツで着てくるしもう,もうかなり自由なわけなんですよなんでやっぱりそこで企業イメージ調査がやっぱりそれは出てくるんですよねなんでこれをどう 変えていくか。で、そこで変えていくには、やっぱりうちってどういう会社なんだというのを、こう、もともと変えたいイメージ像を、やっぱり上の人たちに説明をして、やっぱりそのあり姿、やっぱり今のアズイズから 2B がどういうふうにやっていきたいかというのを、こういうふうにやっていきましょうとかというのを説明すると、あの、なるほどな、というのは、理解は得られた。あと一方で、まあ、多分ですね民、普通の我々のような民間の普通の企業だと、やっぱりトップがある程度こういうのに、 興味あるかどうかってやっぱでかいですよね。でうちは幸い今の社長すごく興味あるんで、やれやすいですけど、そこは難しいなだなっていうのと、あとは、やっぱりいわゆるその、パブリックとあ、あの、パブリックっていいんですかね、あの、館長さんとか僕は結構、なるほどなって聞いてて、難しいんだろうなと思いますが、ただ、なんとなくこう、まあな、何かを、こう、 ある程度の定量的なものをなんか、まあ、無理やり言ったら変ですけど何かあったら分かりやすいんだろうなという感じはしながらちょっとセンスながらそういうふうに思って聞かせていただきました、はい、もうお二人が答えていただいたので私も本当に付け足すこと何もないですね <laughs> こんな感じのお答え私も同じように思ってますはいありがとうございますご質問いただきましてありがとうございました それでは他にご質問のある方いらっしゃいませんでしょうかせっかくの機会ですのでどうぞ。はい。では中ほどの、はいえー、手を挙げていらっしゃいます。今、マイクが参ります。今しばらく手を挙げていただいても、あ,ありがとうございます。では、そのままご質問をお願いいたします。あ,あ,はい、あ、えっと、フリーダンスで仕事をしている酒井優と申します。えっと、あの、コーポレートのブランド、 あのブランドで360度ビジネスイノベーションというあのキャッチコピーがあったと思うんですけどそちらにそのコーポレートフォントを今回の三つ密入サウンズを使ってないのはなんかこう使い分けとかなんかその根拠というかで別のものを使ってそれは 逆にそっちはどういう基準でそのフォントを使われたのかとか、そういうところとお伺いしたいと思いました。なんかパッと見のその印象として、並んでるロゴでそっちはあ違う文字なんだなって思ったので、そこを聞きたいと思います。はい、はいはい。あの、えっと、今まで、さっきすいません。説明がちょっとあれだったのかもしれないですけど、えっと、今まではコーポレートフォントがなかったので、あのー、これですよね。これでやってたんですけど、今後、 あのできたのでこっちにしていくっていう刷新されていくあそうですそうですあれ、はい、これからあのまだやってないんですけどあ,あのこれできたばっかなんでこれからやりますウェブサイトの方も見てたのであそ<あ>っち側がまだだったからまだ反映されていません今からあの結構あのいろんまあエネルギー相当使ったの名刺も含めて全部あのフォントはすべて統一するようにいたしますはいありがとうございます。 ありがとうございます。細かくチェックをしていただきまして、ありがとうございました、はい。それではですね、その他にもご質問ありましたら、あでは少し前の方ですね、3列ほど前の中ほどの方、はいお話ありがとうございました。えっと、今、スタートアップでブランディングやってます、松田と申します。 えっと、すごいう、あの、オーブンのフォント開発やりたいなと思ってるんですけど、この後、和文とかってどうされるのかなとか、なんかやっぱスタートアップでもそうだし、大企業でもそうですけど、やっぱり日本語が課題になってくるなと思ってまして、そこら辺のお考えとかあれば、ちょっとお伺いしたいなと思ってます。まあ、あの、まだそこをそんなに深く議論してないですけど、まあ、日本語やりたいですけど、やっぱ大変ですよね。すごく、 まあやっぱアルファベットと全然違うので、えー、開発も大変ですし、まあコストもかかりますし、まあやれたらいいなと思ってるんですけども、えー、何か小林さんもっとこうあのやりやすくなるような方法はないんでしょうか。<laughs> <laughs> 日本語日本語結構大変ですよね、うん。確かに日本語はあの文字数が多いので、英文書体と違ってはすぐ。 えーまあ、今回のオーブン書体のように4ヶ月で収めるってことはちょっと難しいと思うんですよ。今の段階では。ただ、今回そのフォントワークスとモノタイプと一緒になりまして、当然その書体デザイナーの数も一気にこう増えています。なので、日本語書体を制作できる、えー、そういう能力のある人たちがたくさんこうモノタイプに加わったということになりますので、まあ、今後そういった方面でも すぐにすぐにというかね、えー、早めにお届けできるような体制ができればいいなと思って今そのチーム、えー、と話し合いを始めるところですかねざっくりこれは、まあ、お金という意味ではなくて労力とかなんかエネルギーって大体何倍ぐらい必要になってくるんですかえーとアルファベットが何文字で日本語は何文字作らなきゃいけないんですか日本語だとまあ最低でも9400何十文字ぐらい作らなくちゃいけないんですよ。 で、アルファベットだと500、600文字くらいで、住むって言っちゃおかしいですけど、それはそれで大変ですけども、多分だから20倍、30倍の労力がいるんじゃないでしょうか。中,中国語とかのフォントだとどん文字ですか。もっと2万とかになるので、2> 2<万>はいはい。<laughs> なるので、いや、さらに大変になりますけど、まあ、モノタイプにも中国スタッフいますけれども、まあ、そのスタッフたちと、まあ、協力してね、あのー、まあ、週に1回ミーティングなんかを設けていますけれども、そういった人たちとも協力をして、今後、日本、中国語、ね、それから、まあ、例えば韓国語、ね、日、韓、中の文字が同時に開発できるような、そういったプロジェクトが今後、モノタイプで、えー、主導権を持ってできるような、 環境ができるといいなと私は思ってます。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。期待してます。はい、ありがとうございます。はい、温かいエールをいただきました。ありがとうございます。<laughs> さてそれではですねいかがでしょうか。まだもう少しお時間ございますが、では後方の中ほどですね。はい、えー、そちらの方にお願いします。 お話ありがとうございます。あの、サイボーズ株式会社の、えっと、コーポレート、あ、じゃあ、あの、みんなのデザイン室の高野と申します。あの、実は弊社でもちょっと、あの、コーポレートフォントの作成を検討しておりまして、ちょっと、あの、三井物産さんの、あの、コーポレートフォントを、あの、作成したときに、なんかこう、社内のご意見とかって、なんか制作途中で、あの、社員さんとかから伺ったりとかしたんでしょうかそれとも、あの、もう、あの、 決められたもうチームの中でのあの凛威でこう通されたりとかしてたんでしょうかはいえっ、ー、とこれはあんまりこうなんか社員からの声を聞くというプロセスはあんまり減ってないですもうそこはある程度あのもう広報部のメンバーとあと柏さんとあと社長と ですね。あと干渉する役員ぐらいで、もうある程度そこはスピーディーにもうやろうというところで決めたという感じで、あまりそこでは社員のいろんな人のヒアリングとかと、だか大抵のことは結構社員のいろんなピアリングをするんですけど、本当に関してはそのプロセスというのはあえて我々はちょっとそこまではやらなくていいかなというふうに感じてやってませんです。 はい。これ結構ね、いいご質問だと思ったんですよ。で、私もいろんなプロジェクト、例えばロゴタイプも含めて、あの、いろんなプロジェクトに参加しているときに感じたんですけれども、やはりその、社員の皆さんから広く声を集めてってなると、デザイン的には、うーん、やはり、こうデザインを分かっている、あるいはそのブランドを分かっている精鋭の 人たちが集まった集団で作った方が多分いいものができるんじゃないかなと思うんです。これデザインっていうのはなんか民主主義とか多数決で決めるとかなんかそういったものじゃないような気がするんですよね。その辺、例えば佐藤さん、今まで関わったプロジェクトどうでしたそうですね。まああのー、うん、まあその、まあ僕も割とこう、なんていうんですかね、えー、どっちかってったらこう、えー そこを任されてるっていう状態で進むものが多いので、うん、えともちろん勝手に作るわけじゃないですけどもある、えー、となんていうかな本当にいいもの,ものを作ってそれを確認してやっていくっていうのがあれなんでそんなにこう皆さんに聞いてっていうのはすごい少ないです。うん、で、えー、やっぱりこうまあそのなんとなくこう進め方で皆さんに聞きたくなる感じは分かるんですけど どこまでが皆さんなのみたいなそのそれが100人なのか1,000人なのか1万人なのかっていうのがどこまでがみんななのかっていうのも難しいところでまあ特にそれでこう、まあ、みんなで決めた方がいいようなこともあるかもしれませんけどさっきのじゃあ三井物産の愛の形に上にあれがつくかどうかっていうのとかかなり 難しいい判断かかなというだからそれをこう,うんみんなで決めるっていうのは結構難しいのかなと思いまだからそのデザインのところまではあの今回聞いてないんですけどあのどちらかというともうさっき申し上げたようなその我々アンケートの中で面白かったのは、ね、定点観測をした時にあのうちが要は外部の方から見られてるイメージと同じ質問を社員にしたんですよね。 で、同じ質問をしたときに、 全然違う結果が出たんですよ。で、うち社外から見られるのは要は伝統的であるとか、ガバナンスに強いとか。で、一方で要は変革に対応してるとか、新しいものを取り込んでるってはすごく低かったんですねで。一方で社員に聞いたら、社員はなんか新しいものに取り組んでるとか、あとはその変革に挑戦してるとかっていうのは突出してるんですよ。なんで我々思ったのは、あ、このギャップをまずは我々正さなくちゃいけないのねと。つまり我々やってること、あと社員がこう自分たちでこうやってることがやっぱり社会に対して 認知されてないというところがあったんで、やっぱりそういったようなところからブランディングでもある程度こう取り組むようにはしてるんで、その辺のことのヒアリングというか、あの社員が考えてることは結構そこは取り入れてるはいます。ただ一方でデザインの細かいところになってくると、これもおっしゃられた通り、やっぱりこれ民主的にやってもなかなか難しいんで、そこはある程度も柏さんとかと相談して、あともう私なんかもある程度こう社長とかと話を聞いて、あのもうどんどんスピードに決めていくような形ではやらせていただいているというような感じですかね。 まあそうじゃないとプロフェッショナルの意味がないですよね。うん、そうですね、うん。まあ、プロフェッショナルのプロ中のプロだから小林さんに今回お願いしたいということで、<laughs> なのでやっぱり小林さんの判断をすごくリスペクトして進めましたし、まあ、そうじゃないと頼む意味ないっていうか、そう,ですね、そうなんですよね。だからやっぱりそこかなと思いますけど。やっぱり企業の中でも、例えば広報部だとかブランディングに携わる人たちが、まあ その精鋭集団がいて、その人たちが一番ブランディングのことを、あるいは今後のブランディングどうしていくか、今後この企業がどういう姿で見えていったらいいのかということを一番熟知している人たちですよね。なのでその人たちにやはり任せる。さっき佐藤さんが任せてもらっていることが多いっておっしゃいましたけど、やはりその任せるっていう段階である程度そのブランドの方向性をちゃんとその人たちに託しているっていうことが言えると思いますよね。こんな答えでどうでしょう ありがとうございます。はい。ありがとうございました。えー、それでは、ご質問、えー、次の方で最後とさせていただこうと思いますが、いかがでしょうか。あ、では、恐れ入ります。前の、はい、えー、マスクをされている方に、あ、ごめんなさい。ちょっとさせている方がちょっと違いまして、申し訳ないです。あ、申し訳ない。こちらに来ていただいてもよろしいですか真ん中の方です。はい。はい、恐れ入ります。 あえお話ありがとうございます。あの、インフォパンという会社の岩崎と申します。えっとですね、あの、先ほどちょっと前のセッションの話でもあったんですけれども、あの、今、あの、佐藤柏さんのお話で、ここの、あの、コーポレートファッドを作るまで10年かかった、プロジェクトの中で10年かかったってって、もう、ものすごい、あの、期間というか、もう本当に最後のピースっていうお話が、あの、前のセッションであったんですけれども、あの、 本当文字ってすごく僕もあの大事だなと思っているところなんですけど、なかなかやっぱりそこに至るところまですごく長い時間かかるなと思った時に、えっと、えー、今、この、ま、三菱さんさんのこのブランディングの全体タのプロジェクトの中で、今、どの、そのフォントが作ったことで、ね、パーセンテージ数どのぐらいまで、あの、できているっていうふうに言えるのか、っていうところをちょっとお伺いしたいなと思っていて、まあ、最終的に、ま、どう、どういうふうになると、その、 ブランディングっていうものが、まあ、完成するものではないかもしれないですけど、なんかどう、どう、どこを目指してこの、えっ、ー、と、目指していくときこのも、餅作りみたいなところを、ど、ど、こう、どこにこうロードマップとしておけばいいのかなっていうところの、何か、あの、お考えが、あの、聞かせていただければと思っております。まあ、あの、ブランディング自体は、あの、完成っていうのはあんまりないのかなと思ってまして、えっ、ー、と、活動そのものなので、 で、その、もちろん、えっと、物産の、こう、強みとか、あの、いいところってのはそんなに変わらないのかもしれないけど、まあ、時代によってどん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 ビジネスモデルだって変わるし、役割も変わっていくので、まあ、逆にそこの時代にも合わせながら、三井物産っていうブランドがどうずっと輝き続けるかっていうのがブランディングだと思うんですね。なので、完成はないと思うんです。で、まあ、その、アセットも、えー、っと、 まあ、それはいろいろ揃った方がいいに決まっていて、えー、今は何パーセントかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、例えば、えー、もっと僕的に欲しいアセットで言ったら、じゃあフォントのウェイトをもっと増やしたいとか、日本語も作りたいとか、じゃあ中国もやってみたいとか、まあ、それだけでもかなりいろいろあるので、 えー、まあ、そこもきりないっちゃきりないんですけど、えー、そうですね。古川さん、どうですか？何パーセントぐらい揃ってますか？ええと、まあ、僕もまあ、柏さんと全く一緒。まあ、あんまり何パーセントとかというイメージ、あんまりなくてですね。どちらかというと、もうエンドレスにずっとやっていくんだろうな。で、やっていくっていうのは、何をやっていくか、多分、その。 環境であり時代に合わせて相当変えていくんだろうなというふうに思ってますね。特にやっぱりこの時代の変化とか環境の変化って僕すごいと思ってて、やっぱりこう、で、特に広告なんかもですね、私今ブランディングやってる時に徹底して何やれるかっていうと僕結構情報量は減らそうと思ってるんですね。やっぱりいろんなことをこう伝えよう伝えようとするとやっぱり何を伝えたか分かんなくなっちゃう。やっぱりてんこ盛りになっちゃうんで、やっぱりそこで我々伝えたいことの確信って何なんだろう。で 聞くと同じ、最近うちあの5段ぐらいの広告なんかあるともう柏さんが作ってもらったらロゴしか出さなかったりしてるんですよ。 でもこれでいいよねみたいな。だって我々こう何やるかっていうと、まずはうちの会社のアウェアネスを上げたいよね。だからそこでなんかまたいろんな写真が入ったりとか、なんか余計なことがなんか入るよりも、もう徹底的になんかそれでやっていこうとかっていうふうにやったりしてんですけど、なんでこれは多分やっぱり時代が変わってきてるからだと思いますし、で、今うち国内のブランディングとやってて、今ちょうど来年ぐらいから初めて国内、海外ブランディングを強化しよう。で、皆さん驚かるかもしれば知らないんですけど、三井物産って商社でいろんなグローバルの取引して、やっぱり海外ブランディングってやったことないんで、 んですよでこれ海外ブランディングっていうのは結構このもう砂漠に水をまくような作業で結構誰にどこまで要は金使ってやってもですねなんかまあちょっとなんか見たことあるかないかみたいになっちゃうんでちょっとそれをどういうふうにやっていくかというこの海外ブランディングなんかはやっぱりもう,もうエンドレスというか、まあ、どこまでやったらある程度外国の方が聞いて「おっ三井」っていうふうに聞いてもなんか分かってもらえるみたいなことをやっていくチャレンジっていうのはもうなんかエンドレスでないなあという形でやらせていただいているような状況で。 もう何パーセントかというと、まだまだなんかす、ま、ま、もうントか、そんなレベルかなというふうに感じながらやってらせていただいてます。はい。ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。では、私、ちょっと先ほど延長線上の方を指してしまったんですけれども、え、その方にもぜひご質問いただければと思いますので、改めまして、今マイクが参ります。もう一問、はい。お受けいたします。 素晴らしいお話ありがとうございます。東洋美術印刷のデザイナーやっております、中村雄信と申します。えっと、まあ、先ほどの質問と少し被るところもあると思うんですけども、その、ブランディングをしていく上で、えっと、何かこう、今のクライアントとしてこう、急いでるような感覚を見受けられる企業が少し多いなと思っていて、こう、ロゴを作ってほしい、何を作ってほしいってこう、短期が、納期が短期化してたりとかしているんですけども、その、 ブランディングを長く続けていくということの大切さだったり、その規模感だったりスピード感っていうのをどのようにこうクライアントと共有しているのかっていうところが気になったので、お聞かせいただけると嬉しいですうん、そうですね、あの、えっと、まあ、例えば三井物産だと、まあ、ちょうどもう10年ぐらいやってたり、まあ、結構僕、長い、気づいたら長い。 えー、長く担当させていただいているのが多いんですけど、えー、物産も別に最初から10年やりましょうとかっていうふうには、えー、っと、そういう話はしてないんですけれども、えー、なんとなく、あの、僕の中では3年単位ぐらいでこう、考えていて、まあちょっとその、 最初にお話しいただいたときに、一番最初の社長とはそういう話は少しさせていただいたりはしたんですけど、別になんかこう、じゃあ3年契約みたいな、なんかそうしたわけではないんですけども、なんかその、3年ぐらいっていうのは、えっ、ー、と、まあ、その経験値ですよね。なんとなく、最初の1年ぐらいで、例えば、三井部さんで言ったら、その、ビジュアルアイデンティティの整理をやったり、 360度ビジネスイノベーションみたいなそういう概念の整理をやって、まずその本当のベースを整えると。で、まあ、それを決めるんでも、決めて発表するまでもやっぱ1年ぐらいかかりますから。で、今度2年目はやっとそれができて、じゃそれを使い始める。で、1年、2年ぐらいやると、ちょっとイメージが出来上がるかな、みたいな。まあ、それもいろいろ業種にもよるんですけど、 まあそういう経験値から言って3年ずつぐらいで、でもなんかやっぱり3年ぐらい経つと次何しようかみたいなこともこう、あの同時に考えながらやっていくと気づくと10年ぐらい経ってるってことなんですけど、まあスピード感はまあどんどん上がってますよね。そのそれは僕も遅くやろうとは全く思ってないし、なるべく早くやった方がいいなとは思ってるんですけど、早きゃいいってもんでもないので、その えー、早急な判断をして間違ったりすると余計まずいので、えー、その辺はですねんやっぱりまあでもうーんまあもう本当に古川さんともずっと対話をして次何しようか何しようかっていうのをこう納得いくまで本当細かい対話をしながら進めていってる感じです。 私あの、結構柏さんと働かせていただいた時ちょっと驚いたのは結構あの、柏さんは結構中長期で結構、会社を考えられるんですよね。で、結構私、あの何でもやりたい方なんで、なんか新しい取り組みをやりたがるんですよ。で、その時に柏さん、結構ブレーキを踏まれることがあってえ、つまり、いや、古川さん、そこでリスク取らなくていいんです、御社は。といったようなことを結構言っていただくことがあって。 ああ、なるほど、というか、あ、そういうんだ、っていうのは結構、あの、なんて言うんでしょう、外部の方っていうか、その、こデザイン、ね、こういう、いろんなクリエイティブの方って、なんか新しいものをどんどん、こう、企業に、こう、やらせようというか、やりたいみたいな形、もしくは、クリエイターの方って結構、なんか自分の、なんか、出世作じゃないですけど、何かを作って世の中に出してとか、ということを考えられるようなイメージがあったんです。柏さんの場合は、どちらかというと、そこはなんか、 いや、今そこはやんなくていいと思います。とかという、なんか、ブランドをすごく中長期で考えてるような感じだなという,うに、別に今日なんか、柏はそんな、なんか宣伝するわけじゃない、場所じゃ流れないんですよ。なんでこう、なんか、たまたま今の話聞いたときに、結構中長期で考えた方が、クライアント側もなるほどなと思うことはあるんじゃないかな。たぶ本当なんかもそうだと思いますけど、あんまりこう、なんか、こう、どちらかというと、中長期で考えて、提案の方がなるほどという納得感はあるような気はしますかね、という感じですかね。 よろしいでしょうかありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆様多くの質問ありがとうございました。えー、まだまだ質問されたい方もいらっしゃるかと思うんですが、この後開催の懇親会には小林さんも参加いたしますので、ぜひそのような機会もご利用いただければと思います。 えー、それでは最後になりますが、古川さんとそして佐藤さんから一言ずつ、何かこう言い残したことなどがございましたら、ぜひお聞かせいただければと思います。はい、すみません。ちょっと私はあの、こういうの、あの、不慣れなんであんまりちょっと、あの、的、ま、板、あのあ、お答えができたかどうかわからないですけど、あの。まあ、非常にいい、あの、経験として、やっぱり、ね、小林さん、柏さんと。あの、こんな形で、壇上で喋らせていくの、なんかもう、私の人生の中の、もう、いい思い出になるんじゃないかと思いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 あ、でもあの、ね、今日質問で、あ、なるほどなと思ったんですけど、皆さんやっぱ、まあ、ここに来てらっしゃる方々、コーポレートフォントを、こう、作りたいと思われてるような方がたくさんいらっしゃって、まあ、すごくそれは素晴らしいことだと思いますし、まあ、そういうカルチャーがもっともっと、こう、進んでいくといいなというふうに、まあ、僕もデザイナーの一人として思ってますし、で、今回その三井物産、まあ、本当に、まあ、B2C 企業じゃない、B2B の、 まあ、三井物産ブランディングやるときも、日経新聞にこう、B2B のゴンゲの三井物産がついにブランディングみたいな記事が出たようなことなんですけど、まあ、そこが、こういう、まあ、このタイプ、小林さんに頼んで、素晴らしいフォントを作ったみたいなのが、皆さんにね、ここでお話できて、すごい良かったなというふうに思ってます。はい。ありがとうございました。したえ三井物産株式会社。 古川智明様そして株式会社サムライの佐藤柏様をお迎えいたしましたどうぞ皆様大きな拍手でお送りくださいどうもありがとうございます